堤防がこう動くのさ、おい危ないだあと切れてさ、100年にもわたって水害と戦ってきた町、まあ、この地域に昔たくさんいたらね、鶴を呼び戻そうと。一回繁殖してもらったらさ、確実にそれが成功さ。ちょっとことを強く言えばできない相談だ。単調単調とやってもね、町民の意識がついていくかな。不可能に近いと思う。いや、こんなに食われたとは思わなかったんだ。やがては死ぬ以外にはないよ。家何隠れた？もう下がっとったでね。じゃあなんで今回は人が追いかけるようなことをするのか。地域で優しく見守ると言っていたのに、ねえ、どうして？ダンスしてる。ダンスした。北海道の小さな町で起きた奇跡の物語。農民が単調を呼ぶ、東京大阪など全国で好評を博し、札幌で再上映が決まりました。映画奇跡の子、夢の二舞、ぜひご覧ください。